デューラー、エマオの晩餐、ん、1511年、エマオの晩餐は、ヤコポダ・ポントルモによる1525年の油彩画で、現在フィレンツェのウフィチ美術館にある。この作品は、画家によって署名され、日付が付けられた最小の作品の一つであり、日付は、前景の落ちている巻物にある。この作品のキアロスクーロ、高い光源、リアリズム、そして構図は、カラバジョ、 ディエゴ・ベラスケス、フランシスコ・デスル・バランの重要な前例であることが証明された。もともとは、以前のレオナルド・ブオナフェーデから、フィレンツェ近くのチェルトーザ、デル・ガルツオの林業食堂、または診療所のために移植された。どちらの場所も、来客を歓迎し、食事を与えることを目的としていたため晩餐の主題となっている。2年前、画家は、そこでの薬病から避難していた。 ウフィチ美術館の版画素描室、大英博物館、ミュンヘン国立版画素描美術館には、いくつかの準備素描が残っている。バザーリの芸術家列伝は、ポントルモ作の絵画と、同じく、ポントルモ作のチルトーザにある回廊のフレスコ画の、ドイツ様式の両方に称賛を表明した。レオナルド・ブオナフェコ構図は、特に、キリストのポーズ、 右の弟子クレオパの大きな三角帽子において、アルブレヒト・デューラーの1511年の小樹南シリーズ中の版画に基づいている。どちらの作品も、キリストがパンを祝福していることを表している。ルカによる、福音書によれば、弟子たちから姿を消す前の最後の行為である。上部には三角形の目があり、生三味一体と復活した、キリストの神聖をほのめかしている。 エンポリによる未だにチェルトザにあるポントルモの作品のコピーにも三角形の目が登場しているため対抗宗教改革によって禁止されたシンボルである三位一体の三面のシンボルを隠すためにエンポリの元の作品に追加されたと考えられている。バザーリによると背景には作品が制作された当時のチェルトザの僧侶五人の肖像画が描かれている。これには ブオナフェーデ自身が含まれ、左手を挙げて、キリストのジェスチャーを反映している。ブオナフェーデはまた、現在ウヒチ美術館の同じ部屋にあるロッソ、フィオレンティーノのスペダリンの祭壇画にも表されている。左下に、犬と猫2匹、輝く金属板、リネンのテーブルクロス、透明なガラス瓶など、日常の細部を表現するリアリズムは、 同じ時代の北方の美術に多くを追っている。高い光源はまた、焦点と真実のランプの、色の色調と、扱いはポントルモに、典型的なものである。ABCD ガッテリアデデリュフィーツィ、CIT、P177 から179、ABC マルチェッティレッタ、CIT、P40、AB ホシ CIT、P438、ウフィツ美術館、 ミスズ書房、1994年刊行、79校、参照 ISBN4 から6220270972021年4月9日、閲覧。ありがとうございます。